姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。フォロー、わ、姉上、姉上、敵襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。やむを得まい。マリア様、ソガリ名産千歳紅の献上です。少し色がくすんでいるな。アメルならば捨てかね。裏切ることさ、流されるままか。痛感しろ。故に貴様は死にゆくのだと。私の行く末を勝手に定めないでもらおう。誰が何と言おうとか、私は生き残ってみせる。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。かくなる上は奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。本当にやれやれって感じだよ。あら、正義は悪に負けてもいいのかしら。それとも負けた方が悪。あら、いい不死ね。あと6つほど揃えましょうか。姉上、せめて位置に1つくらいは。姉様がみんなを働かせるって。シャワンの期待を裏切るな。共にタンガの星を読もう。飢えた鬼ども、私の身を取れると思うな。行くばきかの賞を与えた。これ、こういうだって位置、使っちゃダメ。少しぐらいなら。いや、ダメだ。耐えるのだ、位置。私が考案した正義人が、己悪。さらばだ、友よ。異なるどこかにてまた会おうぞ。その首を晒しておけ。道しるべにはふさわしい。最近のヒー様は、なんていうか、少し変わったよな。いざ、尋常に。もう終わっておっただと。素直に盛るのね。少しは我慢してみせて。三成君、君の働きに秀吉も。南蛮菓子ね。わらわはこちらの方が好み。仲政様、位置も欲しい。すまぬ、姉上から譲り受けられる気がしないのだ。仲政様、また姉様のことばかり。位置もお手伝いするわ。マリア様、この宝物と恋文をお受け取りくだされ。わかったわ。長政様、どうして一のお話を聞いてくれないの。あら、雲行きが悪いの。そう、お前に切れぬものがある。実なり、えい、そんなことで一のこの絵が伝わるか。なぜ勝てると思った。天下の豊臣軍に。フォローに情けないこと。鍛えたのが長政じゃ仕方ないかしら。私の手勢はよく動く。過剰に過ぎるほどには。位置がずっとそばにいるから、何も怖いことなんてないわ。いや、強いて言うなら貴様が怖。まあ、その、なんだ、私より前には出るなよ、一。戦場なのに怖くねえ。この軍事のおかげか。
一、あまり長政を突き上がらせてはダメ。たまには締め上げてやりなさい。そんな長政様に嫌われちゃう。一人一つ奴らの印を持ってこい。軍隊長自らとは、そちらの兵は腰抜けか。マリア様、九州より良質の反物が届きました。これで城一つが姉上の布置き場に。敵大将を撃つまでお無理は禁物ですぞ。ここは力を出し惜しむ状況じゃないよ、三成君。は、適切なご忠告感謝いたします。わらわや位置が奪われてもいいのね。嫌ならもっと本気になりなさい。判定してます。よじゃねえのな、三成様。ナムさん、マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないのかね、わらわをこんなに待たせるなんて。マリア様とキイ様、あんたの好みはズバリどっちだい。秀吉様、どうかこの三成めに敵軍殲滅の許可を。許可するか、やってみせよ。長政様、お願いだから絶対に気を抜かないで。分かって、貴様こそいい加減に私を信じよう。一、長政、我々はしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわ。お前たち、長政に鍛えられたのよね。それじゃあ見てあげるから進みなさい。かしこまり候補。姉上、突然何を。待たれよ姉上。姉上、貴様ら全ての命をお褒めの言葉に変換する。あの戦果を記していくまで精一杯だぜ。主よ、どうか無事に逃げおおせてくだされ。面倒だ、立ち向かうならば退去してこい。石田軍左近隊、三成様に続け。どちらも張っていこうぜ。落ち着け、今この場を打破できるのは私のみなのだ。いかぬ、兵をぶつけるだけ損ずるか。まったく、あれ上ね、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ、一、嫁入り先がこのような。長政様は悪くないわ。悪いのは、いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員加速、右に回って撤退せよ。刃を向けるの、いいわ。長政様ではなく一になら姉様を懲らしめてくれるの。そう。騒がしいわね。品定めを満足にできないじゃない。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。答えろ、貴様のもとに行部は訪れたか。あら、何を怯えているの。そう、あなたもまた幼いのね。何度だって追いかけてきてね。それがあなたの宿命、わらわがそう決めたのだから。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は
何一つ失っていない。